くたどり着いたの。ここはどことなくわしの故郷に似ておる。気が遠くなるほど冬が長く、目を見張るほど夏は短い。その短い夏に見られる空がちょうどこんな感じじゃった。察しのいいことじゃの。アドル、このじいさんは？やはりあなたでしたか、我が夫ロロよ。え？久しいのリラ。いろいろと苦労をかけた上にわしはすっかり追いさらばえた。お前さんに合わす顔はないと思っておったのじゃが。いいえ、私はもうこの世にあなたはいないものとばかり。ロロって、え？やっぱりって100年以上前の人物だろ。もう数えておらんが、弱いは140を超えるかの。じゃがやり残したことがあって、こうして生きながらえてきた。やり残したこと？そういやあんた、グリーガーに国を滅ぼされて、なんで姿を消したんだ？グリーガー、そう、彼らを、グリーガーを生み出したのは海王の玉座じゃ。いきなり何を？リラも気づいておらなんだか、ここにいると世界のありようがよう見えるでの。玉座の正体、それは人の無意識領域下にある潜在能力、人に本来備わっている世界を作る力なのじゃ。ところがあるんじゃよ。人にとって世界とは、人の思いを通して存在するもの。その時代、その場所にいる人々の認識によって世界は成り立っておる。世界が変わるとしたら、それは人の心と認識が変わっておるのじゃ。それはそうかもしれないけど、ではどうして玉座なんて形を用意する必要が？それはわしにもわからんよ。人が自ら持つ力に気づいてほしい。神々がそう考えたのかもしれんの。崩れてしまった玉座はただの椅子だったのかもしれんぞ。それは。でもそうなると、玉座がグリーガーを生んだというのは？この地オベリア湾に暮らしてきた人々の深層意識、どうせ何も変えられない、もしくは変わることを望まない、そんな人の思いそのものが不死者グリーガーの正体なのじゃ。グリーガーが人の？変えられない、変わりたくない気持ち、だから不死ってことなのか。わしが築いた国でも、そして今この時代においても、
人は安寧の時代であれば、それが永遠に続くことを望み、苦しい時代であれば目をそらしてやり過ごそうとする。世界を作る力を持ちつつも自らを停滞させ追い詰めてしまう。そんな人々が無意識に生み出した存在こそがグリーガーなのじゃ。そうなると三将も？基本的に同じじゃが、彼らにはちょいとした経緯がある。わしの母は生まれつき子を宿すことができない体じゃった。じゃが嫁ぎ先は棟梁の家、子を絶やすことは許されん。追い詰められた母はロトに祈りを捧げ、やがてわしを身ごもった。あれ、ロトって？異端児とされる神の名です。ロトにだけは祈るなって私は教えられたけど。彼が混乱をもたらす神だからよ。ノーマンを故郷から追いやったのは彼だという噂もあるくらいなの。え？ただその混乱は悪い結果だけでなく、時にはいい結果をもたらすこともある。それゆえに彼にすがる人は昔から絶えることがない。神々から悪神と蔑まれるゆえんね。母の祈りを聞いたロトは体内に三つの悪意を埋め込んだ。そうして生まれたのがわしじゃ。そんな。それを知った時母を恨みもしたが、今となっては感謝しておる。そうまでして自分の誕生を願ってくれたわけじゃからの。そしてリラは無意識の奥底に眠るわし自身を覚醒させてくれた。ロロ。ただそのことが大異変という惨劇を生み出したのも確かじゃ。わしは自分自身でもある悪意たちとケリをつけようと思う。人から生まれた悪意を打倒するには、それに匹敵する人の力が必要じゃ。まさかあなたは。戻れ三将たちよ。わしはお前たちの真の主はここじゃ。やめ。彼らを撃つことはかなわなかった。人々の無意識領域であるビフレスト、ここで暮らすのには理由がある。悪意たちの力を削ぐ狙いもあったが、それと同時に頭の中に浮かぶこの像は、自
らの無意識から生まれた悪意に立ち向かい、そして勝利する。そんな人の未来にかけたのだ。クレン、あいつ。悪意に打ち勝つにはきっと実現する、こうありたいという強い意志と思い、打算的な裏付けではなく、根拠がなくとも自分を信じる勇気を持つことが大切だ。アドル、お前が手に入れた剣、ヘイムスクリングラ、そいつはここまで旅を続けてきたお前たち全員の勇気そのもの。アドル、カージャ、今こそ俺を打ち倒してみせよ。すべてはこの時のために。わかった。でも条件がある。条件だと？リラ、あんたはあっちだ。じいさん、今度こそリラと一緒に戦ってやりなよ。アドル、母ちゃん。いやいや、こんなに気持ちの良いことはない。この島へたどり着いたのがお前たちのような若者でよかった。リラ。え、それがあんたの本当の姿か。アドル、母ちゃん、ありがとう。余計なことをしたとは言わねえよな、兄弟。そうだな。私たちはこの時のために旅を続けてきたんだな。絶対負けられねえ戦いだ。行こう、兄弟。この世の悪意に打ち勝ってみせよ。それでは共に参りましょう。お前の
か。止めてもらうしかない。まだ余裕がある。付き合ってやろうじゃん。受けてみろ。参ります。こいつはすごい。楽しいな、アドル・カージャ。運命に翻弄され続けた生の果てにお前たちのようなものと出会えるとは。ハールに、いやロトにすら感謝したいくらいだ。最高の戦いにするぞ、若き希望の兄弟たちよ。みたいだ。
てくれたか。これで。終わった。母ちゃん、アドル君、ありがとう。母さん、イルナ、もしかして彼女の意志が枷として具現化していたのは。さよう、彼女が人が本来持っている世界を作る力によるものじゃ。彼女の強い意志と思いもまた、カージャたちの絆を紡いで、この結末を導く大きな力となった。本当に、いろいろなものに支えられた旅だったんだな。アドルの剣も。その剣もお前たちの潜在能力、すなわち可能性を顕現させたものだ。役目を終えた今、あるべき場所へ帰ったようじゃな。ずっと自分を打倒できる人間を待っておった。人は弱い。だがそれゆえに大きな可能性を持っておる。わしはそんな人間をかつては蔑み、そして最後には憧れた。じいさん。アドル、最後に答え合わせをしようかの。空っぽだった宝箱の中身、わしの一番の宝じゃと言ったのを覚えておるか。先ほどの剣、ヘイムスクリングラはお前さんたち自身の可能性。わしの宝物はのう、お前さんたちということじゃ。お前さんたちは世界の可能性だ。ラル。おお。ついに自分にもお迎えが来たようじゃな。え。この島でアドルと過ごした時間もかけがえのないものじゃった。母ちゃんも苦労をかけたの。じいさん。無茶を言うの。わしはもう百。何歳じゃっけ。143歳です、あなた。ああ、そうじゃったか。何、別れが来ても絆は残る。大丈夫。ありがとう、リラ。おかげで行き尽くしたよ。ようやく確認できるの。ワルハラがどんな場所か。アドル、カージャ、覚えておいておくれ。人は世界を作れる。それだけは。
ロロ？